えー、リスナーさんの、えっと、お子さんのお話でそのリスナーさんのお宅は、まあ、たまた周りのお宅も同じような体験というか妙なものを見たというか変なお話をいただいたんですよそのリスナーさんのお子さんそのお子さんがよくね帰り道友達とね道草食いながら帰ってくるみたいなんですよね ね、学校から家まで大体20分ぐらいだその日はちょっと遅くていつも帰ってくる時間より30分ぐらい遅かったらしいんですよ何したのって何でしょうって道草食ってたらてあああのー、人玉まってたんだよねああ何を言ってるのかちょっと分かんないけど人玉ってお化けそうああテレビで見たの そう、まあね、今、あのー、ゆうべいらね、大人気子供にも大人にも大人気のアニメやってますけど、あそれで覚えたみたいで、ああ、そうなんだ、気に留めなかったっていうんですよね。何か見間違いとか、何かを見たんだろうなとしか思ってなくて、それからというものを、学校からの帰りは結構遅くなったと。今日は、遅かったね、またヒストラでも見てたのと、お母さんが聞くと。 そう。どこで見えるのそれあじゃあ後で教えるね夜コンビニに買い物行ったみたいなんですよそのコンビニの途中あお母さんここだよここ何かあ人玉はここで出るんだよああそうなんだってちょっと車停車はしませんけどまあゆっくり通過したら徐行で通過したらまあ全然何があるってわけじゃないんですけど細い道なんですよ ここで人玉出るのそう。ほんじゃあ今度は見えたら教えてよ、まあ、そんな会話をしえたまたある時に帰ってくる時結構早めに帰ってきたみたいなんですよねでお母さんちょっと早く来て何どうしたの人玉が今出てるから何を人何を見て人玉って言ってるんだろうとまあついてたみたいなんですよね 早くして早くしてどんどん走ってっちゃう。はい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 。まだ辺り明るいんですよ。まあ3時ぐらいなんですかね。そのある細い路地に差し掛かって、どこあれさっきまでいたんだけどな。何々くんも見てたよ。へ、えー、え、ここに人玉が出るの人玉ってどういうものって聞いたら、あの、花火みたいなもんが飛んでるんだよ。うーん。まあ、 そうだなまあ人玉って言ったらねゆらゆら揺れる火みたいなもの光っているようなものが飛んでるはたまたそういうものまあオーブとかありますけどねよく言われてるああいうのって基本フラッシュとか光焚いた時の埃の反射とかがほとんどなんですよね実際オーブとかその人玉って多分自分で発光してるもんだと思ってるんですよ鳥さんはでもなぜか暗いとこだとそういうものは写真に写んないんですよ 鳥さんの映像であるそういう変な光ってるものが空飛んでてみたりその空飛んでるっていうのは衛星とかとかいろいろあると思うんですけどま全然違う低空で飛んでる場所ところがあるとかよくわかんないものが撮れたりまそういうものって鳥さんがその説明したんですよそしたらん多分そういうこと言ってるんだと思うとついにはお母さんが待っててみたんですよね 下校を帰り、そこの道で、まあいつも見て、あ、来た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 って、みんなでわちゃ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 しながら帰ってくる。でその道っていうのが、まあ、細い道。で、左に蔵なんかありまして、で、右が畑で、右側はもうずーっと開けてるんですよね。まあ、盆地みたいなところですね。ずーっと歩いてきて、あ、お母さんだって。まあ、その子供たちバーってきて、今日は遊び行っていいなんて、そんな会話してる。 で別に自分からこう人玉が出るここで人だ見たのなんていう話はしなかったあ今日は何もないんかなって思ってたらその子たちがちょっと先に進みながらみんな,なんかしゃがみ始めて空見てるっていうんですよね何やってんのあここで人だ見るんだよ今日は、えー、見えるのこんな明るいのにあここすぐ出るから はあ、しばらく待ってきても来ないあこんなことやってて毎日毎日遅くなってるんだなダメなんかな今日出ないんかなって子供たちが言い始めた頃に「あお母さんほら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 」ほらほらほら指さしてるってで他の友達も「おばちゃん見て」ってほん蔵の 奥の方にちっちっゃい林があるんですよねその林こっちにふーって光の塊というよりも、えー、ちょっと描写としてはちょっと難しいんですけど線香花火のパチ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 って火花あげるじゃないですかあんな感じのものがゆーっくり飛んでくる目を疑っちゃってあらなんだろうあれ何言って来たあれ人玉でしょ人玉でしょ ななんだろうなもう放心状態えあれはいつから見えてるのよ毎日帰ってる時見えてるって言ってるじゃん自分たちの5メートルぐらいは上をずっとゆら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 お供なしに火花を散らせるように飛んでって蔵の中に入ってって消えちゃう「早く帰りな早く帰りな」帰りなって すぐみんなを家帰して家に帰ってきて話聞くと、まあ、ある頃からかよくわからないものが見えるようになったその子供が言うんですよねただただもう何気なく普通に帰ってたらある日突然その火のついたようなものが飛んできたでそれがそのとあるアニメの影響で人玉だっていうのが分かった そういう人玉っていう言葉をおかんに言ったらおかんはそれが何だって聞いてきたから今これこれこうなってるんだよってお子さんはちょっとまあねあの小学校なんですけどそういう説明をしててちょっとあそこ通っちゃダメだよって通学路じゃんっていや横の道通ってきな夜お父さんに今日まあ話した話あったでしょうってあれ実際に見たんだけどバカなことあるかよいや実際に見たから私はちょっとお父さん あそこの道通んないように言ってくんないなんでそんな怖がることがあるんだよなんか何もないんだろ害とか害も何も、まあ、見えちゃったもんは見えちゃったからなお見間違いだろうお父さん信じてくれないんですよ休みの日に子供連れてお父さんがそこ行ったんですよねまあすぐ帰ってきたんですよ 大体いつも見えるって言われてる15時付近にそこ行ったみたいで「あもう帰ってきたの?」ってお父さん怒ってて「お前あそこ絶対通るんじゃないぞ」「いいか?」「なんで?」「ああいうの危ないから」「分かったか?」「もう一本横のあそこの畑のあぜ道から通って帰ってきなさい」「分かった?」 じゃないとゲーム買ってやんないようなそこまで怒ってる、まあ、そんな、ね、あの激しい口調じゃないですけど、まあ、ちょっと注意目に言ってると、ね、子供もね自分の部屋でゲームなんかしてて「そ見えたの?」なんてあの旦那さんに言ったら「ああちょっと見間違いではないのお前あれ見たのか」「花火みたいなもん飛んでこなかった」って誰かロケット花火打ったとかで「ロケット花火じゃないだろあれは」「その後どっか消えたでしょ」「蔵の中入っていっちゃったんだよな」 同じものを見てんだよだからそれが何なのかはまあ両親分かんないわけですよねそのリスナーさんと旦那さん。はあどうしたものか子供はまああくる日からそこの横のねあぜ道を通り始めて帰ってきて何事もないんですけどいまだにそこのよくわからないその人玉のようなものは毎日のように出てる そんんななお話なんですで、鳥さんこれどうですかねこれ実際問題信じられますいや,いやーまあ話聞いて信じる信じないはないんですよ基本って話されたものをそのままお話にするからってでも不思議ですよね、はああ写真とか撮ったらどうすかって鳥さんが言ったらいやそうするやっぱそうですよねって一回見てちょっと震え上がっちゃえってねなんて そんな気配りできなかった。そういう思考にならなかった。確かにそうだとは思うんですよ。じゃあ、鳥さん、あの、来てみます絶対にこのワードが、あの、リスナーさんからく来るんですよ。それはありがたいことなんですよね。場所とか、あの、教えてもらって。そういう場所を知れますからね。あ、いいんですかあ、全然。はい。鳥さんちから、歩きで多分5分ぐらいのとこなんで。 えど,どこら辺どこら辺トリさんいつも外配信ニコニコ生放送でやってるじゃないですかあそこで首塚あるじゃないですかってああそうねでリスナーに首塚行くかって言ってファミリーマート行く時でしょあそこの通りに蔵あるわかりますあるんですよえ学校の裏のやつそうですえっあ,あそこで見たのそうですあそこの暗がりになるじゃないですか夜になると電気1個もなくて あそこの通りですよあ近所に住んでる方なんですねあそうです昔から見てますありがとうございますはい今度ねあの行ってこようかなと配信中に行こうかなと思ってますお楽しみに鳥さんちの近所で現在進行形で起きてるよくわからない人玉というものが見えたというお話です あのー、ちょっと付け足しとしてその人玉というか妖怪ですねそういう日本古来のものをね子供たちがなぜ知ってたかと、まあ、あるアニメそのアニメっていうのがね、まあ、1の方から12の方までね使う主人公がいてなおかつ13の方は何でないのかってそれは1の方から12の方までを繰り返し使えるその技,と技こそが13の方だとそういうアニメがあるんですよ。 鳥さんはね、そのアニメの中でね、大好きな技があるんですよね。雷の呼吸。一の型。壁歴一戦。六連。っていう技が好きなんですよね。はい。